ジングルベル、ジングルベル、おばんです、学校です。あなたにとってのサンタクロースは誰ですか？もしかしたらあなたがサンタクロースかもしれませんね。プレゼントはもらえますか？もらえないんだったら自分でもぎ取りに行けばいいんじゃないでしょうか。ということで、今回始まりました。オメガロワイヤルシーズン2初のイベント、チャリスマス、チャミスル？クリスマスイベントでございます。12月20日から1月10日までの期間として、ちょっとね、いつもよりは長いかもしれませんが、頑張っていこうと思います。今回もね、新マップということで、しかも1位から100位までは報酬がもらえるようになっております。今回の制限スペル、制限モンスターたちは、ワープジジイと、ここなんだっけか、ドローか確か、スリップって言って、敵がこう進行してくるのをスピードダウンさせるためのスペルだったような気がします。どちらもね、とても強力なスペルとディフェンダーだったんですけれども、今回使用が停止されております。これじゃあ今回何使っていこうかね。とりあえずディフェンダーはこんな感じかな。ドクターペッパーにスナイパー、そしてタロスに、足を遅くするやつにロケラン。スペルに関してはどうしていこうか。まあ、ワープジジイがいないから、このワープ、テレポートを入れてもいいかもしれない。ソードにしようか、もう一つは。ってことで、とりあえず今回初めてのクリスマスイベントは、こんなディフェンダーとスペルで、初チャレンジやってみたいと思います。ハイスコア最初に見てみましょうか。どんなもんなんだろうね。今のところ、現在1日経っていますが、1位は14000ポイント、2位は13000ポイント。皆さん1万は大体超えてきているなぁといったイメージです。100位は5600ですね、とりあえず。まあ、1万乗りたい。初見プレイですけれども、頑張っていきましょう。どんなマップだ？はあ、ジングルベルって感じでね、素晴らしいマップだ。雪も降っていますね。この雪は何か、このディフェンダーに何か影響はあるのか。で、最初に見るべきポイントとしては、ここに4つのブロック、ここには3つのブロック、4つのブロックとなっていて、まあ、ちょっと長いのかな？敵も可愛いな。トナカイとサンタクロースだよ。どうしていこうかな。まあ、前方の方にとりあえずこのスナイパーを置いて、ボスはしっかりと倒してもらいたい。難しいな。こういう行きと帰りの要のこういうところ重要そうですよね。ここにこのタロス、剣豪を置きたいところ。やばい、プレゼントのボスがやってきた。マジか、可愛いな、結構。まあ序盤の方はね、なるべくこの緑のやつを、緑のタワーを作っていきながら、あと自分のね、欲しいやつに、このサイコロダイスで回転させて、まあいろいろね、合成させていくっていうのがセオリーだと思います。まあ、火力をね、なるべく上げていきたい。うわー、まずいでございます。なんとか危機一髪でした。相手のボスに関してはスナイパー2体が、処理してくれていることでしょう。うわ、もうすでに1点取られてしまう。やばいね、無言になってしまいますが、敵のこの攻撃、猛追を避けられない。何をしたらええんや。まあ、ある程度ディフェンダーっていうのは整ってきた感じはしますけれども、やはりね、なんかこれ見る限り全然相手の体力っていうのを削りきれてない感じ。スナイパー多すぎかな。あ、残り2だよ。マジかよ。4662。残念ながら初回は107位ということで、ボロボロですね。どうしたらいいんだろう。おい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 、やったぜ、ついに。ランク50位で、しかもポイントは1万点ということで、結構頑張った。あれから3時間ぐらいずっとぶっ通しでやってましたね。そして、使ったディフェンダーっていうのはこんな感じです。そして、スペルっていうのもこんな感じ。もう古き良きって感じですね。もうね、ずっとこの、なんだっけか、スピードを遅くするやつとか、このレンジャーみたいな、
ラガーみたいなやつをさ、足止めみたいなやつとかをね、使って、テクニカルなことをずっとしようと思ったんですよ。足止めして、炎をやったり、地震やったり、このブレード使ったりとか、いろいろやったりとか、このテレポートも使ったね。だけどね、全然いらないっす。とりあえず現状で1万ポイント、1万点いってない人はね、このゴリ押しパーティーぜひ真似してほしいと思います。それじゃあ実際にリプレイ見ていきましょう。はい、こちらが4倍速の画面となっております。いやーこれね、50位以内1万点取ってる人でね、このゴリ押し戦術今使ってる人いないんじゃないかなって思うぐらい、ちょっと自分でもね笑いながらやってました。まあポイントとしてはね、なんだろうな、なるべくこの隙間開けないことですかね。で、あとはこの右下はなるべく力入れるようにしました。火力ある系だから、ロケランとかこの剣豪を置くようにしておりましたね。まあ、ロケランだったら範囲が、効果範囲が広いので、まあ後ろの方に置いてもまあいろいろ攻撃してくれるというわけで、まあ、剣豪とロケランを置いていく。そしてまあ道の真ん中ぐらいにはこのドクターペッパーを2人置いとくって感じでした。で、まあこうやって徐々に近づいて、やべえなって時にはこのフロストバイトを降らしていく。そんな感じでしたね。で、これずーっとやっていくうちにね、この雪だるまがさ、あーって雪の女王に出てましたよね。こんな感じで剣豪とかいろいろ振らせておき、で、前目の方にこのスナイパーをだいたいいつも3体ぐらいを準備していくようにしておりました。だから、気をつけることとしては、前目に3体スナイパー、道中に2体のドクターペッパー、そして後ろ右下の方に剣豪とロケラン、この3つですね。あと重要なことってなんだろう。もしかしたら、ここの中心地に、これ、どっちも攻撃できる部隊、どちらにも攻撃できるので、ここにね、攻撃速度の速いアーチャーを置いたっていうのも良かったかもしれません。まあ、なんかやってみた感想としては、今回のこのボスって、あの箱みたいなやつじゃないですか。あの箱のやつって、なんか結構 HP 低いように感じるんですよね。この緑のスナイパー3体置くだけでもね、あっさりここら辺で勝手にぶっ倒れてくれるので、だからね、やはりそのボスを倒すっていうよりは、この雑魚キャラをいかに倒していくかっていうのが重要になってきてると思います。そしてスペルの使い方にしましては、今10分の8まで溜まってますけれども、まあ10分の10になるともうそれ以上溜まらないじゃないですか。だからもったいないので、ね、10分の10になったら使う、それかまたは危険な時には使うみたいな、そのような運用方法でやっております。と言いながらもね、10分の10になっても全然使う様子は見えないっていう時に、そう、10分の10超えたら今度マナレイン使えばいいんですよ。そう、これはね、マナが余らない方法、マナが腐らない方法でございます。マナ腐らないね、スペル1個持っておくと便利かもしれません。いつもだったらね、泥だったら適当に置いても良かったんですけれども、今回ね、泥のスペルが禁止になってるので、まあその代わりにマナレインっていうのも一つおすすめかもしれません。ということで7000まで来まして、ギリギリセーフをかましてくる。ここら辺から結構ね、厳しい戦いになってきて、マナ管理もね、10分の5と結構厳しいものとなっております。で、今のボスもまたここら辺で倒れたので、やはりね、スナイパー3体いるとこの前半の部分で倒れてくれるので結構便利ですね、楽ですね。で、実際8500に到達しまして、たくさんね、超えてきていますが、ここら辺もしっかりと倒していくと思ったら、1ポイント取られてしまいました。ライフは残り9点。で、ここで9000を超えてくるあたりで、ですね、そろそろ確かね、この前半、そうそう、ここら辺をひっくり返して、後ろの方に固めようとしてます。だからね、私これ大数ほんとなかった。本当はここら辺のスナイパーとかを変更させて、この後ろのね、ランチャーとか、ロケランとか、剣豪をね、青に全体的にやりたかったんですけれども、うまくね、このダイスがなかった。もう最後の1万ポイント超えた時点で、ボスなんてどうでもいいから、後ろを強くしろーって思ったんだけど、ここで終了となりました。これちょっと運悪かったわ。まあ皆さんもね、1万ポイントいかないよっていう人は、ぜひぜひ、こんな運用方法を参考にしてやってみてはいかがでしょうか。多分ね、もっとテクニカルでもっと上に行ける方法っていうのはあると思うんですけれども、今後も模索しながら私やってみたいと思います。先ほどまではクリスマスイベントの内容を見てもらいました。こちらはですね、シーズン2のものなんですけれども、なんと現在私学校ランク41位で1万7000ポイントとなっております。これ結構すごくないですか？しかもね、一つ皆さんにご報告がありまして、この度私学校、こちらのオメガロワイヤルのアンバサダーになりました。そしてですね、12月の20日には会議も出まして、他のね、アンバサダーの人たちとだったりとか、実際に運営さんの人とテレビ会議を行いました。
そこでは現在のね、このオメガロワイヤルの開発状況であったりとか、実際の開発画面というのを見たりとかね、今後のその NFT の運用方法っていうのを話していました。まあ私学校は何をしていたかと言いますと、画面の端っこの方でセンター試験以来のね、リスニングの英語かっていう感じでなんとか聞いていましたけれども、たまにねドヤ顔で英文チャットを打つなど頑張っていました。まあ個人的にね、参加してみてやはりね、顔出しもしっかりしてましたし、そういう開発状況っていうのも教えてくれたので、信頼できる運営なのかなと思っております。今後もね、どんどんオメガロイヤルの情報を発信していき、あばよくばね、運営さんの方からギブアウェイとかできたらなーって、もらえることができたらいいなと思いながら、今後も頑張っていこうと思います。もし気になる方いらっしゃったら、このオメガロイヤルはね、無料でプレイすることができますので、やってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。良いメリークリスマスを。せばまた。